よく晴れた天気になりました。 ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。ホークス、ここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのは松田。バッターボックス清田、フォアボールのランナーをきっちり得点圏に送っています。バントで進めたランナーですから、なんとか返したいですよね。さあマリーンズ、一打同点のチャンスです。まず最初のボールを決めていきました。2球目は何で来るか。変化球打っていった、これは大きい、逆転なるか。入りました、ホームラン。清田、逆転ツーランホームラン。この終盤試合をひっくり返す大きな一発となりました。逆転に成功しました。この回の千葉ロッテマリーンズ4対3、値千金の一発を放ちました。1点リード、試合をひっくり。千葉ロッテマリーンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとか継投で逃げ切ることができました。まさに監督ベンチの采配がズバリハマったのではないでしょうか。勝ったマリーンズ、接戦をものにしました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。このあたりで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。